はい。ちゃんくん、ポンちゃん、今日は病院に連れて行く予定だったんですけれども、だったんですけどもっていうか連れて行きますよ。な、なんか WBC がですね、12時近くまでになっちゃったので、午前中は12時までなんですよ、病院がね。なのでこのまま3時を待つことにしましょうか。病院の先生も見てると思うんだよね。そうすると気もそぞろになっちゃうかもしれない。あの、飼ってくれないと病院の対応が変わると困るんですけど。なんてね。大丈夫でしょう、プロだから。そして、侍ジャパンも大丈夫でしょう。はい。もう感づかれちゃった。それ感づくね。じゃあ行くじゃんね、ジャン君。ジャン君早いよ。それは猫でしものって。ちょっとね、音楽をかけ始めたら、もうこれで分かっちゃうらしいわ。はいはい。はいはい。大丈夫？はい。はい。閉められない。黒岩健一郎の iPad で再生します。壊れたか。大丈夫大丈夫。はいはい大丈夫大丈夫です。はいはい行くだね。はい。はいはい。あ、ここにまたゴミが。パンちゃん大丈夫だから。そこちょっと拭いた方がいいかな。ちょっと待って。はい。なんか帰ってくるから。そうそう、すぐだよ、ボンちゃん。暑いね、なんか暑いね、暑いね、暑い暑い。はい、ボンちゃん、すぐ帰ってくるよ。でも、持って降りちゃうね。うん、暑くないかな。今日は暑いからね。もしもしし。はい、何日か。ぽんちゃん。うん。はい。はいはい。ぽんちゃん、ちょっと行ってくるね。
ちゃん。あと5分で病院で。普通にしてるかな。普通にしてますか。はい、ジャン君一発 OK 出ました。1ヶ月後に来るのは来ますが、今のとこ順調です。はい、ジャン君怖かったね。すぐ帰ろう。行きましょう。
ポンちゃん。ねえ、ポンちゃん。あ、また。開かない。はいはい。ちょっと待ってね。鍵閉めて。はいはい。はい。はい、オープン。はい、ポンちゃん、パパ泣かないでね。はい、ジャン君はエリザベスカラーが取れて上機嫌です。あんなに病院では泣いてたのにご機嫌だね、ジャン君。もう首かけるよ、自分で。よかったね。よかったね、ジャン君。